はい、どうも、あっちゃんです。今日も楽しく暗号資産&投資に関連する情報を発信していきます。よろしくお願いします。で、今日はですね、題名にもある通り、リップル、瞑想続くというところで、リップルのね、ちょっと最近の動きをちょっと押さえていきたいと思います。私、あっちゃんの秘密の部屋で動画配信してます。主に、暗号資産、投資に関連する情報、2025年に向けて資産を守っていこうということで動画をお届けしています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。で、まず一発目、XRP、コイル、ワードプレスと統合して XRP トランザクションを提供というふうにあります。コイルね、皆さんご存知かと思います。いつぐらいですかね、昨年ですかね、大量な金額を出資しているというね、会社ですよね。まあおそらく創業者含めて初期のねメンバーが関わってる会社なのかなというところで、まあ資金が流れたよというところですね。でまあ何をしているかというと、結局このコイルはですね、まあ SNS というか、まあそんなところのプラットフォームを提供している企業で、まあワードプレスを今回ね絡ませたということですね。ブロックチェーン企業コイルはワードプレスとの統合を通じ、主に XRP クリプト取引所を提供しますということで、まあ簡単に想像するとね、ワードプレスというと例えば EC サイトとかですね、ブログとかいろんなサイトをテンプレート化して簡単に作れる、まあ、アプリケーションというかプログラムというかね、テンプレートというかそういったところですね。でそこにもしかするとリップルの、まあ、モジュールというかリップルで決済できる仕組みを入れることで使ってもらおうじゃないかというような話かもしれないですね。でコイルは日本ウェブ上でコンテンツを簡単に公開する主な人気のあるサイトであるワードプレスと統合したと発表したということですね。まあユーザーはワードプレスを利用するユーザーはね、全世界各国まあ多いんですけども、まあこれはちょっとね、まあ単純っちゃ単純ですよねと。まあ普通の決済の仕組みに使うんじゃなかろうかと思いますね。でまあブロックチェーンなんで、まあ KYC 含めてね、個人の情報とサイトを紐付けるというところですかね。まあワードプレスを利用してる企業、またはそのワードプレスを使った EC を展開している企業と、まあうまくね、セットでリップルが使われていけばというところを狙ってるんじゃないでしょうかというところですね。まあここにもある通り、この主に XRP トランザクションを提供するということで、まあちょっとね、前段に話した内容ではないかと思います。現金または XRP で支払うことができ、ウェブサイトの作成者、無料コンテンツであるベイオンコンテンツ最後にある関係などブロックチェーンの重量性の支払いですね、重量課金ですね、まあ、使われた分だけ支払うというようなところと、まあ、ワードプレスを利用した無料の広告に加えて、まあ、個人情報の保護を行えるというところが、まあ、あるようですというところですね。でまあ先ほどのあった通りね、2019年の10億リックトークの巨額な投資に含まれているということで、まあ、ここはねかなり波紋を呼びましたけれども、まあなんと言いましょうか、ワードプレス来たかというところでございます。まあそもそもですよね、そもそもその EC サイトでリップルを使うのかというところですね。まあそういった入り口を増やすことはね、当然重要かと思うんですけども、またこれこのワードプレスのね統合においてまたねお金の資金が出ていってしまうような形ではあると思うんですけども、まあこういった活動もですね、なんて言うんでしょうか、本当新規のサービスというよりは、まあ提携ですね、提携合体統合ということでもうお金が流れていくといったようなですね仕組みなんではないでしょうか。でもう一つ、このスナップシフトがプラットフォームのリップの XRP サポートを追加というふうにあります。スナップシフト、皆さんご存知でしょうか。まあ、スイス拠点として、まあ、暗号資産取引所ですね。まあ、ここにリップルを追加したという話ですね。まあ、これは、まあ、今に始まったところではない。まあ、基本的なね、取引所、まあ、新しい取引所ですかね。まあ、上位には特にね、取引高とか含めて上位にあまり乗ってきてはないとは思うんですけども、まあ、ここにね、今、まあ、上場したというところですね。まあ、ちょっとね、取引所にリップルを上場するという取り組みは、果たしてね、今の現状必要なんだろうかというところはね、ちょっとありますよね。まあ、なぜなら、その別にスイスだろうが、なんだろうが、今やね、海外の取引所普通に、まあ、KYC あるところはあれですけども、まあ、登録できたりするところもあるので、まあ、これあれですかね、KYC 限定なのかな、スイスね。まあ、ここもですね、まあ、新しい取り組みではまあないかなと思いますが、まあ、粛々と小さく広げているといった所感ではないでしょうか。で、続いて、XRP、ティップボット、アンプホールド取引プラットフォームと統合されましたというふうにあります。で、まあ、これもね、そのティップボットと言われるものね、皆さんご存知ですかね、まあ、このマーク、よく、見るかもしれないですけども、まあ、ツイッターとかとね、関連して、まあ、リップルの、なんていうんですかね、まあ、投げ銭というか、まあ、ツイッターのアカウントでね、いいコメントするとね、そこに賛同されると、リップルがね、もらえるみたいな、そういう感じですね。まあ、それと、まあ、関連したね、そのプラットフォーム、機能とね、連携したということで、まあ、このあたりもですね、もう本当に、なんて言うんでしょうか、まあ、本当に限定的なユーザー、まあ、毎月ね、1万8000人のアクティブユーザーがいるというところみたいではありますけども、
じゃあここに対してね、この XRP どれだけ広がっていくかというと、まあ残念ながらね、実際に大きくね、資金が取引がされるというわけではないので、まあこれもね、本当に小さい活動なのかなとは思いますが、といったところですね。はい。で、次。このリップル、ディレクターがリップルを利用した e コマース決済、プラットフォームを発表したということで、またね、e コマース関連ですね。まあガーリングハウス氏もね、アマゾンになるって言っちゃって、そのままアマゾンと同じようなことをやらないとは思うんですが、まあ、e コマースのね、プラットフォームを進めているというところみたいですね。まあ、ここもでも書いてある通り、まあ、簡単にね、そのプラットフォーム上で支払いの決済を簡単にすると。まあ、シンプルに取引を行うようにするというところですね。はい。まあ、おそらくその、例えば、クレジット契約すると、その企業が手数料取られるのは皆さんご存知かと思いますけども、結構ですね、まあ小さい企業とか、未だにこうクレジット決済できないところあるじゃないですか。まあ例えば日本でいうと中華料理屋とかね、薬品、薬局とか、あと小さいお菓子屋さんとかね、そういったところでクレジット決済するとお金多く取られちゃうんで、まあ、こういったのがね、まあ PayPay とかどうなのかあれですけども、暗号資産でね、うまく手数料かなり劇的になれば、こういう e コマースとかもね、まあ流行っていくかもしれないですけども、まあこれもですね、まあ残念ながら、まあ小さい取り組みなのかなと思います。で、まあいずれにしてもね、この e コマースを中心に、この XRP トークンを利用して、まあ増やしてもらう、使ってもらう人を増やすというところがあるとは思いますという感じですね。で、まあ極めつけは、まあリップルがね、ガーナ、まあアフリカのフィンテック企業と提携したというちょっとね、薄い話があります。まあこれもですね、かなり規模が小さいと思いますけども、本当ね、牛歩戦術、少しずつ少しずつね、こうやって、まあ、使われるところを増やしていくというところみたいでございます。まあ、アフリカもですね、新興国、まあ、銀行をね、口座を持てない人もいるとは思いますが、じゃあそこにね、対して資金がどれだけ流れていくのかというところは、まあ、あるかとは思いますが、まあ、ビットコインとかね、いろいろと世界各国、利用ニーズが増えてる、ボリュームがね、増えて、取引ボリュームが増えてるって話も聞きますけども、まあ、こういったね、リップル地道な活動を地道に地道に続けているといったような感じのようです。で、最後はですね、このリップルの共同創設者、まあ、初期のメンバーですね、ジェディ・マック・カリブランが、44億2000万リップルの保有をしていると。まあ、これはですね、もう、皆さんすでにご存知かもしれないですけども、このね、マック・クレイブは2013年に退職して、まあ、リップルをね、個人的に、まあね、保管しているというところがあります。まあ、こういったね、ところでも、まあ、売却とかがね、気にされてたりして、まあ、フォエルアラートとかね、ピー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 、こうなってるというところもあると思います。まあ、この人でしたかね、リップルの保有をもっと増やせと、創業者に対して、まあ、かなりね、折り合いつかずで、結構揉めてたところがありましたけども、まあ、こういったね、創業者も、まあ、かなりのですね、保有があるので、まあ、どうね、今後ね、売っていくのかと、いったところもね、非常に、まあ、注目かなとは思います。はい。なんで、ちょっとね、今まで見ていただいた中でですね、こうやって、やはり、こう、地道に小さく活動しているのはね、事実としてリップルあるんですけども、やはりですね、なかなかこう、爆上がりにつながらない活動がね、まあ、非常に多い、まあ、いわゆる、こう、迷走しているのかなというところがあるかなと思います。やはりね、こういう発行枚数もね、もうかなり多いですし、なかなかね、こう、大口が買うにしても、それなりのでかい規模買わないと上がらないですしね。まあ、こうやってなかなか迷走してる部分だったりすると、まあ、金額もね上がっていかないし、まあ2017年、18年のあのバブルのように、何も知らない人たちがね、買ったりするようなそういった動き、そういうのもね、普通に自然的に出てこないと思うので、まあ、本当に牛歩というか、牛歩戦術というか、本当に薄く薄く下がりながら、ちょっと上がりながら、それを継続してさ、何年続くのかというところですね。まあ、そんなこんなで、こうね、SWIFT とかもね、開発を当然進めてますし、まあ、既存の設備、コストかけないように下げられるんであれば、そっちんでいいよねという流れにね、当然なってくると思うので、やはりですね、ここのリップルの追い風になるには、大きなね、劇的な金融破壊ですね。金融崩壊、クラッシュ。まあ、そのあたりがね、起きない限りリップルね、かなり厳しいんじゃないかなというふうにね、ちょっと思いまして、まあ、ちょっとね、最近の記事をちょっと整理してみました。はい。まあ、今後ともですね、継続してこのリップルの動きね、追っかけていこうとは思いますが、まあ、いろいろね、与沢翼さんとかが売却したという話は聞きますが、まあ、私はですね、もう、まあ、ここまでね、下がってしまったリップル。もうリップルがないと、人生前に進めないというようなね状態では私はないようにしていきたいと思うので、まあ、常にね前進あるのみではあるんですけども、まあね、もしかしたら何年後かに
この自分の資産がね、化けているという可能性もあると思うので、まあ、このままね、ちょっと合唱していきたいというところで、ちょっとね、お届けしました。はい。ということで、今日は、リップル瞑想というようなテーマで、小さい記事、何連発か紹介しました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。